お疲れ様です私のね母がね80の誕生日を迎えたんですけどもいまだに無茶元気でねうちの孫と一緒に突っ走るんですよ本当になんか突っかけてねぐわーとて走るんですよいやなんかね80過ぎですようんでしかも今度ね3日後1週間後ですか1週間後またね歌のステージあるんですよ津軽三味線の歌い手なんでね でまだまだ90になってもまだやるとか10年後のことを言ってるんですよねで当然稽古もやってますしね車もビュンビュン乗りますしねなんか朝早く起きて夜バタンーで寝てスーパーマンです、うん、あのは80になったら本当に動けないのかなと思っちゃうんですね、うん、だからこれはなんかね先入観に かかななななり毒されてていいいるるところがあるのかなって気があのっ気しないでもないんですよ、まあ、私もそうなんですけども50過ぎて体の衰えって全然感じないんですよねよく30を過ぎたらガクンとくるよとか40を過ぎたらガクンとくるよとかね50を過ぎたらガクンとくるよって言うでしょ何もガクンと来ないんですよねだからそれはある節目節目で何かね体力の衰えを感じたりとか何かをサボりたい時とかもう自分がね 頑張るのもしんどいなと思った時に年齢のせいにしてるのかなと年齢という先入観に、うん、やっぱりねオおむに抱っこしてんじゃないかなって気がするんですよいやさすがに40過ぎてこれはきついよって言ったら多くの人が納得するじゃないですかでもえ40過ぎて何がやみたいなねねオもう片っぽで思うんですよね、うん、ジャッキー・チェーンの還暦過ぎてまだね映画撮ってますしねスタントマン以上のスタントやってますしね あのサム・ファン・キンポンもそうですよねスーパーアクションを新しく出てきたあのアクションスターとこう戦ってるわけですよねで映画をバンバンまたね主演で出していたりとかして全然その20代30代の頃から衰えないしさらに何かたくましくなって技の切れもよくってすごいなと思いますよ、うん、だから自分がプロであるっていうことをこ意識しながら日々を送ってると。 うん、まだまだこんなもんじゃへこたれちゃおられるみたいなねそんな先入観ができてくるんじゃないかなと思いますでもいやもうね50になったらねもう無理できないからね今のうちにやっとこうっていう人本当に50過ぎたらそうなるんじゃないかなと思うんですよだからいつまでもねその自分は年齢低10歳20歳若いんだと年、うん、を取ったくらいで無理が効かなくなるような体は持っちゃいないんだみたいな、ね そんな先入観の虜りになっているといいのかなと思います実際私もね視力未だに2.0、ね、なんですよそれは私が目がいいっていうふうにいつもいつも自分に言い聞かしてるから余計だと思うんですけどねなんかぼーっとしないんですよこう正面見てもピカッと見えるしね瞬間的にパシッと撮られるんですよね特に何かトレーニングしてるわけでもなく何かね特別なものを撮ってるわけでもないんですけどね うん、まああるとすれば意識精神力っていう薬剤を自らの頭の中で精製してるかなっていうとこぐらいですかうん頑張るぞいってらっしゃい